3、2、1、スタート。大丈夫ですか、タイマーの方大丈夫でしょうか。はい、それではスタートいたしました。さあ始めましょう。スタート。さあその36秒後に AJR さんがスタート。その後に1分9秒後に八太郎さんと続々続いていくと思います。ここは抜けたいですね。抜けたいですね。さあ上位4名抜け、ここは厳しいですよ。上位4人が上がれますけれど、ハンディキャップがそうなんですよね。ビハインドを追うことになるので、でもやっぱりここ上がっとか、なるべく1位2位で上がっとかないと、まず上がらないことには始まりませんから ね。さあスタートしました。さあ水原さんが今スタート。さあ鶴田さんは結構苦しんでますね、やはり久々の TGM ということで。初代以外はちょいちょい触っているとは言っていましたが、なかなか大変そうですよ。初代学生がいますからね。はい、さあ八太郎さん、八太郎さん今回はレベルストップなしで頑張ってほしいですよ。はい、はい、さあ太郎さんが今スタート。さあその次、モスさんとコンディさんがこれ右下ですね、ほぼ同時スタートですよ。2秒差ですね。ここ結構厳しいですが、さあ10秒前。はい、10秒前モスさん。はい、さあモスさんスタート。はい、オンディさんがスタート。そしてサルさんがもう6秒後に、はい、今サルさんがスタート。さあこれがちょっと空いてコーリャンさん、ナナナナさんと、がスタートとなります。さあちょっとやはりミスが目立っている。トップのつぶなめさん現状160。そして当たろうさん、他の方はおおむね穏やかな立ち上がりですが、まあ、そうですね、赤野さんもなかなか小部屋を作って。さあ、高梨さんスタート。まあ、タイマー落としちゃいましたけど、まあ、落としていいです、大丈夫です。さあ、そしてしんがりの七七さん、はい、5秒前りました。さあ、今七七さんがスタート。七七さんがスタートした時点で、トップと徳波さんと差が200。さあこれで全員スタート。さあ今200入ってるのはまだつぶなめさんだけですね。さあ2番手の HR さんかなり地形は綺麗ですよ。170。さあモスさんが今100入りました。そしてサルさんも今100入りました。ああ同時ですね。オンディさんも100。まあこの3人はほぼ同じぐらい、おおむね皆さん地形が綺麗かと思いきや、モスさんちょっと高いですよ。モスさん高いですよ。モスさん大丈夫ですか。さあモスさんちょっと危ない、ちょっと危ない。さあこれは高い位置が、モスさんちょっと厳しい、これは棒が、さあさあ、あーっと大丈夫か、これ赤町はちょっと厳しいんじゃないですか。大丈夫か、赤を引ければ、赤を引けたか、なんとかなるか。もう一本赤で、さあモスさん苦しい、だいぶ苦しい。コーラさんもちょっと今投稿している間に粒なめさんが300突入、はい、危なかったです。モスさんなんとかなるでしょうか。ちょっと厳しいぞこれは。最初苦戦していた粒なめさんもだいぶ地形が低く戻してきたので、そして2番手、あーモスさんがちょっと捉えきれなかった。199で窒息、お疲れ様でした。さあ、1人抜けて、はい、横マイク上がれるのが4人なので3人落ちとなります。さあトップつぶなめさん今350。さあ2番手の HR さんが300。そして3番手、お今あたろさんですね。3番手は250、60。そして4番手がサルさん、5番手がオンリーさん、6番手がコーリャンさんで、ラストがナナナさんとなります。さあちょっとオンちゃんが今なんか声が出てしまった、ちょっとミスってますね地形が。さあつぶなめさんもまだちょっと苦しい高い位置が。さあ今つぶなめさん400入りました。ちょ
操作ミスか今のは。微妙なコマミスが多いですね。なかなか苦労しています。さあ、アタローさん、サールさん盤石ですよ、地形が。コーリャンさんも相当綺麗だ。メチャールさんもこれはいいですね、地形が。ちょっと苦しい、これはいけるか。苦しいぞ。その中2連発。さあ、あと棒を横にしたのが厄介だ。なかなか厄介だ。これは無理でした。トップのズベさん464で、失速です。お疲れ様でした。さあ、2人脱落。さあ、じゃあ現在トップは、エジャルさん440。2番手、アタローさんとサルさんが同時です。いや、サルさんが5ぐらい早いですね。そして3番手がアタローさん、4番手が、オンリーさん、5番手が、コーレさん、そして6番手が、ナナさんとなります。さて、地形は、おー、ちょっと HR さんが盤石すぎる盤石すぎるさあ、S4 でしっかりとしている。アタローさん、S3 ですよ。今 S4 になりました。こんちゃんも、まあ、本当に大丈夫ですね。さあ、今、一郎さんが500入りました。さあ、2番手、サルさん480、3番手、アタローさん470、そして4番手、オンリーさんと、コーリャンさん、差が10ぐらいです。おいしそうです、コーリャンさん。ちょっとサルさん、地形が、あーさあ、赤棒左、あ、止まってしまった。499で失速です。お疲れ様でした。やってしまった。さあ、3名脱落、あと1人まだ落ちます。はい、まだ油断はできません。クリアできそうなメンバーですよ、全員の中で誰かが、この中で1人落ちると。さあ、現在トップ、HR 580、2番手、アタローさん540、50、3番手、オンリーさん540、4番手の、コーレンさん、追いつきそうですね。さあ、HR さんが600に追いつきそうです。そして、しんがりの77さんも速いですね、やはり。さあ、お、すんなりと600入りました、田中さん。大丈夫です。さあ、これは面白い。3番手争いがなかなか面白い。ゴンちゃんがちょっと今レベルストップしてる間にコーレンさんが抜きました。現在3番手はコーレンさんです。そして、田中さんも怒涛の追い上げだ。ゴンちゃん追いつかれますよ。やばいですよ。もう10ぐらいしかないです、差が。頑張ってください。あ、並んでましたか。あ、早い早い。現在37さんとトップの差はおよそ40。早いですね。さあ、トップの、一山さん、ちょっと地形が乱れている。さあ、四角に連発向かってきますね、今のは。さあ、何か入りました、一山さん。37さん、ミスが出たかと思いきや瞬時に修復してはほとんど支障がなし、はい。2番手、アタローさんも700今入りました。3番手、コーレさんも今700。お、これは追いつくわけです、アタローさんに。さあ、4番手、オンちゃん頑張れ。あー、でも先に7さんが入りました。そしてすぐ後にオンちゃんが入りました。これは頑張ればいけそうですよ、抜かし返そうですよ。オンちゃん頑張ってください。さあ、トップ、エイジャルさん、2番手、アタローさん、いや、2番手、コーレンさんですね、抜きました、アタローさんを。さあ、そして、ナナナさんが今、アタローさん捕らえました、今捕らえました。そして、コーレンさんが HR さんを、お、捕らえましたね。これは入れ替わりそうです、かなり激しく入れ替わりそうです。抜きましたね。抜きました。じゃあ現在トップは、コーレンさん
2番手 HR さんと、あ、ナーさんが並んでますね。さあ、いや、抜きました。現在トップが、コーリャンさん、2番手がナーさん、3番手が HR さん、4番手がアタローさん、そしてオンちゃんまたレベルストップ、もったいない。今進化がオンディーさんです。でもこれアタローさん追いつけますよ、いけますよ、4位狙います。オンちゃん頑張って。現在トップと最下位の差が25から30ぐらいしかありません。はい、これ非常に接戦です。いきます、かなり接戦ですよ。さあトップ争い、トップ争い、オーレンさんが、あ、でも会長逃げてますね。でも、ナーンさんとの差が10ぐらいなので、気合を入れて逃げないとこれは大変ですよ。そして3番手争い、これは今、アタロさんと HR さんとオンちゃんはほとんど変わらないですよ。ちょっと HR さん高い。さあ、こううまく左に流し入れて、ちょっとでも地形はまだ高い。苦しい。さあ、オンちゃんが、お、アタロさんを捉えました。いいですね。さあ、HR さん攻めあぐねている間に抜かれているか。はい。さあ、現在トップ、コーレンさん950、そして、あ、ちょっとユーセブンさんが少しトラブってましたかね。今結構差がついてしまいました。はい、3番手、3番手が今オンちゃん、オンディさんですね。4番手がアタローさん、そしてしんがりが入れ替わってしまった HR さんです。さあトップ、さあトップのコーレンさん今990。さあこれはいけそうです。フィニッシュ。1番手がコーリャンさん936666、そして2番手がナーナーさん9分28秒76。さすがです。そして3番手、3番手オンちゃん早いよちょっとさあオンディさん、そして4番手、4番手、さあ、アタロさん、アタロさん、そしてヒロさん、結構、結構見せてましたね。これは、これは、これは